皆さん、ディズニーライフいかがお過ごしでしょうか。本日の動画はディズニーランドの入園待ち徹底解説ということでお送りしたいと思います。これから夏休みということで遠方から来園する方も多いと思います。パークになかなか来れないという方には入園待ちの動画を見ても今一つピンとこないなんていう場合も多いと思います。今回ゲートマップというものを作りましたので、そちらの地図を見ながら僕の解説をしていきます。入園待ちの動画の説明と今回の動画の説明を見ていただけると、分かりやすくなると思いますので、できれば両方の動画を見ていただけると嬉しく思います。それでは始めていきたいと思います。はい、こちらがですね、僕が作りましたゲートマップになります。まずですね、このマップの下側、青い建物が書いてあると思うんですが、ここがディズニーランドホテルです。で、マップの上側、こちらがディズニーランドパークになります。で、マップ左側、こちらが駅側、マップの右側、こちらが駐車場側となってます。それで、数字がですね、左から98483って書いてあると思うんですが、赤い数字の9と8、これは駅側に並んだ人が入る手荷物検査のゲートの数になります。で、真ん中の4、これはハッピーエントリーに並んだ方の手荷物検査のゲートの数、4箇所ですね。で、右側の8と3、これは駐車場側の列に並んだ方の手荷物検査のゲートの数になります。よくね、僕が動画で、8箇所開きましたよとか4箇所開きましたよとかって言ってるのは、このゲートの数のことです。で、駅側は9箇所と8箇所と2箇所あるので、両方足すと17箇所のゲートがあることになります。で、ハッピーエントリーは4箇所ですね。で、駐車場側は8箇所と3箇所があるので、合わせると11箇所のゲートがあることになります。で、11箇所のゲートがあるということは、簡単に言うと11人ずつ手荷物検査が受けられるということになりますね。なのでゲートの数が多い方がたくさんの人をさばけるということになります。はい、それで今ですね、だいたい手荷物検査のスタートが朝7時15分です。7時15分になると手荷物検査がスタートするんですけれども、まず駅側は8のところだけ開きます。そして7時半ぐらいになると9の方も開きます。そしてトータルで17箇所で駅側の、待機列の人たちをさばいていくという形になってますね。で、ハッピーエントリーはこちらも7時15分にだいたい手荷物検査スタートするんですけれども、こちらは4箇所で進みます。で、ハッピーエントリーがもしたくさんいて4箇所でさばけないという場合、だいたい駅側の方の8のゲートのうち4つがハッピーエントリーの方に使われることになります。で、そのハッピーエントリーで4箇所のゲートを使われている間は、駅側のゲートがトータル13箇所で入園待ちの方をさばいていくということになりますね。で、このハッピーエントリーで4箇所駅側の方の待機列を使ったとしても、これはずっと使うわけではなく、ハッピーエントリーの方の待機列がなくなり次第、駅側の方の、待機列の人たちが使うゲートとして元に戻されます。なので、一時的に、ハッピーエントリーの方にちょっと取られてしまうということが起きる時もあるということですね。で、問題がですね、この駐車場側の待機列なんですが、つい1ヶ月ぐらい前ですかね、それぐらいまでは、この待機列1という方だけにしか、列を作ってなかったんですけれども、今はですね、駐車場側待機列2というところにも、待機列を今作ってます。今、駐車場側の待機列は2箇所に分かれているということになりますね。それで、ちょっと問題なのは、この8のゲートは7時15分に開くんですが、3のゲートの方が7時半ぐらいにならないと開きません。なので、この駐車場側待機列1の方に、
最初並ぶ列ができるんですけれども、この列に並んでたくさん人が、来園者が多いときはですね、この列が1時間ぐらい待ちの列になってしまうんですよね。で、並んでる間に3のゲートが開いて、駐車場側待機列2というのが途中からできるということがあるんですよね。そうすると後から来て駐車場側待機列2の方に並んだ人の方が、早い時間から来て駐車場側待機列1に並んでいた人よりも先に、手荷物検査を通過できてしまうということもありえます。ギャンブル的な要素があってもいいよっていう方はですね、駐車場側の3個のゲート、3箇所のゲートがある待機列が、作られるのを待って、待機列並んでもいいですよってなった瞬間に並ぶと一番早く手荷物検査を通過することができると思います。ただこれは、何時に、この3箇所のゲートを開くかとかですね、これ保証がないんですね。多分だいたい7時半頃なんですけれども、もしかしたら開けない可能性すらあります。なので、これはちょっとあくまでもギャンブル的な要素ですになってしまうので、あまりおすすめはしませんが、やってみたいという方がいたら、この待機列ができる瞬間を狙って行ってもらえると、早く手荷物検査を通過することができると思います。で、その駐車場側待機列2のギャンブル的な要素を除いたとすると、駅側の待機列か駐車場側待機列1に並ぶことになるんですが、現状僕のおすすめは駅側の待機列です。こちらの方が、先週もちょっと見てたんですけれども、圧倒的に、駅側の方が早く進みますね。こういう感じにですね、現状のディズニーランドの入園待ちはなっていて、1ヶ月ぐらい前とは変更になっていますのでご注意ください。今回はディズニーランド入園待ち徹底解説という内容でお届けいたしました。夏休み前にまた入園待ちの様子を見に行って動画をアップしたいと思っていますので、これからパークに行くという方は今回の動画と入園待ちの様子の動画を参考にしていただいて、いろいろ計画を立てていただけたらと思います。それでは、本当に励みになりますので、高評価、チャンネル登録していただけたらと思います。また次の動画でお会いしましょう。